楠木正勝の墓。正勝は正成の孫で、金剛山落城の後、弟正元と戸津川に来て兵を募り、再起を図ったが病にかかり、応永11年正月15日この地で亡くなったと伝えられている。佐久間信盛の墓。信盛は織田信長の重臣で、大阪石山本願寺攻めに活躍した武将である。この楠木正成の孫とあるんですが、楠木氏の棟梁というのは、初代を正成として考えると、正成、正連、正則、そしてこの4代目が楠木正勝とされています。ただ自責に関しては詳細な資料というのが非常に少なくて、まあこの人の系譜も本当に正しく、正成の孫なのかどうかというのは、おそらく資料上では確認できないと思います。戸津川村指定有形文化財楠木正勝墓所。戸津川村有形指定有形文化財佐久間信盛墓所。まあ海音寺長五郎が言ってるんですけど、この楠木っていうのは、この一本気をつけないとクスとしか読めないということで、なぜこの楠木正成の、もしくは楠木正勝の木を、省略するかというと、この中国の人物ですね、姓が一文字、それに倣って楠木、本来木を一本つけるところを、抜いているということを指摘していました。一般の現在の文献資料を見ますと、クスの後に気をつけてます。この奥に佐久間信盛の墓所があります。そしてこの正面にあるのが楠木正勝墓所です。